久保さん。稲森和夫さんですか稲森和夫さんが出たら松下幸之助ですね、はい。あの、稲森和夫さんの生き方っていう本にね、あ僕が書いてあったあの、あの、あれが好きなんですよ。あの、なんか、あの、松下幸之助さんのその公演に稲森和夫さんが参加して、で、公演に参加した人が、いや、松下さん、 松下さんの言ってることはね、確かに、綺麗事ですよと。確かにいいこと言ってる。だけど、まあ、そんな綺麗事を聞きに来たわけじゃないと。もっと具体的な経営ノウハウを教えてほしいんだと。ね。まあ、それを教えてくれと。で、松下さんはね、あの <laughs>、そんな知らんなぁと <laughs>。でも、売り上げ上げるって思わんと、始まりまへんわなぁ、みたいなね。まあ、あの、会場が失笑するっていうね。 だけど稲森和夫さんは電妻が。こうま本質だみたいなまとえてる確かに思わなければ始まらんぞみたいなねまあその一節があるんですけどうんだからまあ稲森和夫さんもねまあ亡くなっちゃいましたねまあ僕が稲森和夫さんに関してはいまあのー、だに覚えてますけど あの、僕がエビスで働いてる時にエビスのお鉢っていうね、定食屋があって、まあ、あの、当時は企業メンバーが4人ぐらいだったんで、5人とか。で、それで、まあ、一緒にお昼食べに行ってね。で、食べに行ってたんですけど、社長にね、社長が尊敬する人って誰ですかって言ったらね、稲森、京セラの稲森さんかなみたいな。京セラの稲森って誰やねんって僕知らなくてね。 それで、まあ、その後、あの、恵比寿駅にアトレーっていうところがあって、駅に直結するデパートみたいな。で、そこの上に本屋があるんですけど、そこに行ったら、ちょうどね、稲森和夫さんの生き方っていう本が売ってあって、買いましたね。懐かしいですね。で、その後だったかな、松下さんは。うん、松下さんの道を開くっていう本も相当読,んで読みましたけどね。 当時はあんまり理解できなかったですけど、今はね、理解できるようになったんでね、よかったなっていう。だから、多分昔までは、その、なんだろうな、あのー、多分勉強していなかったら、多分その、松下幸之助さんの講演に参加した人の、 失笑してたグループに入ってたでしょうね。いや、そういうのじゃなくて、具体的なノウハウを教えろよっていうような側になってたと思うんだけども、いろんな勉強とか体験したことによって、稲村和夫さんが感じれたことを感じれる自分になれたっていうのはね、あの、よかったなと思いますね。まあもちろん稲森和夫さんほど業績を残せる人は多分、もうこの先あんまりいないんじゃないかなとは思うんですけどね。うーん。 何なんでしょうね。久保さんとか言うとおり今の方が時代が進んでいろんな情報も無料で取れるのになぜなんでしょうかね多分まあ答えが一つあるんだったら思うう気持ちでしょうね。多分その松下幸之助さんが思っていた気持ちの量だったりとか稲森和夫さんが抱いてた思いの気持ちの量っていうのが今の人にはそれが、うん、できないんでしょうね多分ね。 それはなぜかっていうと豊かすぎるからじゃないですか。み、満ちてるからですよね。やっぱ昔の人っていうのは満ちてなかったから、その思う量っていうのは非常に多かったんじゃないかなっていう。今は別に思わなくても、勝手に出てくるじゃないですか。昔は作らないといけなかったんですよ。三種の家電っていうのがあって、そのなんか便利な世の中をね、その水、なんだろうね、松下幸之助さんのあれで、 蛇口をひねるごとく便利なものを作るみたいな,な、なんかそういうのなんかあるんですけど、昔はなかったんですよ。今生まれた瞬間 iPhone もあるし、生まれた瞬間 iPad もあるし、生まれた瞬間ネットもあるし、<laughs> なんか全部あるんで、昔はなかったんですよね。だからその思いの量をが強くないと作れ、01で作れなかったっていうのがあるでしょうね。今は01でほぼ作らなくてもいいので、あるからね。うん。はい。いってらっしゃい。